大体作りは似たような感じ。似てるんですけど、やっぱり振り返った時、ね、そう、このベッドが全然違いますね。ミリミリランド。はい、ナッツ RV さんのクレソンジャーニー見ていきます。はい、ニューモデルと書いてあります。クレソンジャーニー、ね、ナッツさんのクレソンシリーズ、クレソンボヤージュとかね、人気あるんですけど、ジャーニー初めて、ちょっとニューなので見ていきたい。前からいろいろお話しするお客様でですね、カップルの方がね、カップルの方がね、この横に来たんですけども、で、そこにマイルネームで撮るところがついてます。春になったら9月になってから大きなモデリングの窓ですよね。ここにはコンセントもないし、将来のジャーニーが書いてあります。お金も来ないので、いろんな置くのためにキッズ全部切ったら投げるし、そう、投げてるの。ここに2つとも置くみたいしだ。しかもね、多分マルチルームとラゲッジルームになってる。こちらはもうベッドだね。そうですね、2段ベッドの下がラゲッジルームになってるタイプです。結構ね、大きいから長物とかも入る感じです。窓が2つ。やっぱり2段ベッドダブルなので、2個。ちょっと明かりがついたり消えたりします。びっくりしないでください。これですね。これテールライトもなんか独特。あの時は皆さんがあそこの中にいる時です。結構ね、ナッツさんの丸いタイプ。だからあのスイッチを切ってさえいれば。こちらナッツ RV さんのクレソンジャーニーエボライトタイプ W です。乗車定員が7名、中心定員が6名、全長 4.9 メートル、幅が 2.0 メートル、高さが 2.9 メートルです。別車両がカメロード経由で走ります。お値段が784万円です。テレビを見てる。この時は今閉まってますけど、ここもね、開くようになってます。デザインがまたかっこいいね。かっこいいですよね。風を切るようなデザインで、エボライトって書いてあるので、電気がね、しっかり使えることがわかります。なんかいろんなコースの中からキャンペーンでプレゼントしてますね。こんな感じです。はい、まあ、燃料タンクも80リットル入るんですよね。でガソリンとディーゼルタンクをどちらも選びます。おー、やっぱり広い。いや、広い。かなりね、中はね、広々という感じですね。ダークオークで、ここに書いてあるんですけど、2020年の新色家具ということですね。はい、ステップこういう階段になってて、でね、下がね、これ拭けるタイプなんですけど、木ではないんですけど貼ってあるんですけど、すごいね、このリアルなんですよ。めっちゃリアル、うん、凹凸があるよね。そう、凹凸があって、滑りにくくなってます。本当に板の上ですっていう感じの感触。で、ここがね、広めの2段ベッドがこういう感じで、で結構この厚みもあるので、ふかふか寝れるんじゃないかなっていう感じと、窓と、あとライトがね、各、お部屋についてるので明るく過ごすことができそうです。業界初ウッドスプリング2段ベッド。ウッドスプリングっていうことは、わあ、すごい、見て、これだ。よくいいやつだとあるウッドスプリングですね。おー、寝心地も良さそうですね。で、ここはキッチンスペースになってて、こちらが広い台になってます。で、ここが洗うところなんですけど、このシンクもね、結構大きめです。で、窓もしっかりついていて、ここにね、2つライトがついてるので、すごい、ね、明るくね、明るくなる感じですよね。で、ここに上から行くと、はい、すごいね、奥まで、はい、こんな結構奥まで入るような収納があるので、食材とかもね、しっかり入れてあげられそうです。はい、でこちらが電子レンジもついてます。家庭用もね、エボライトなので、やっぱり電気しっかり使えるような形になってますね。でね、さっき見たらこれ90リットルの冷蔵庫でした。あ、これ開いてるんだ今。はい、ここね、今ね、開いてました。後ろのラゲッジスペースとつながる扉、つながる板が開いてます。で、ここ開けてあげると、こんな感じ。
あら、大きいですよね。手前が冷凍庫こういう感じで、冷凍庫のスペースもしっかりあります。はい、そしてこっちがあタンクですね。水のタンクもしっかり大きいのが入ってます。20リットルぐらいの入ってますね。で、ここを開けてあげるとマルチルームになってます。先ほどね、外から見たところにもそうそうそう、あらもアクセス可能なマルチルームです。はい、じゃあひっくり返ってゆきさんの方見てみましょう。はい、ここ広々としたリビング。そう、リビング広いんですよね。机も大きいし、で上にクランキーがあって、ここが収納になります。で、2020年新色家具ダークオークということで、ちょっと暗めの茶色。そうですね、しっとりした、ね、いいね。で、大きな収納を取り、ね、収納2個もあるよ、大きい。あと窓も大きいし、うん、そうそう、窓すごい大きいです。広いね。広いですよね、超広々してる。ここまでもう、うん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 、かなり奥行きがある。そう、大人多分3人見れる。あと片手でも軽く引き出せる。おー、いいですね、いいですね。で、ここが広いウォークスルー。ウォークスルー大きいし、そう、うん、でね、ゆきさんの頭の上にね、エアコンがあるんですよ、超嬉しい。で、エアコンの隣にも収納できるスペースがあります。じゃあ、ここは下駄箱もあって、うんうん、下駄箱に、ね、入ってすぐのところにあって便利ですね。全感じ。はい、でここにもね、座るところがあるから、ここに座ってもいいなって感じですね。キッチンで近いので、いろいろ対面でお話ししながら料理できるかな。下にもありますね。はい、はい、これこちらのタイプが、クレソンジャーニータイプ W です。こちらがタイプ W で、こっちがタイプ X。 X ちょっと見比べしてみたいと思います。内装がね、どう違うのか。外見は一緒だね。そう、外見はね、似てるけど、やっぱり内装が違うので、アクセスする場所が変わってきてます。なので、こちらのね、側面からいくと、このリビングの窓は、大きなリビングの窓も同じ位置だと思うんですけど、ここにね、1箇所だけ大きなラゲッジルームのスペースがあります。すごい広い。さっきはね、ここにそのラゲッジスペースと、あとベッドがここにあったので、こっちはマルチルームだったんですよね。それがね、変わってます。はい、こちらナッツ RV さんのクレソンジャーニーエボライトタイプ X です。乗車定員が7名、就寝定員が6名、全長 4.9m、 幅が 2.0m、 高さが 2.9m です。ベース車両がカムロード軽油で走ります。お値段が784万円です。はい、でね、やっぱりこの下のところに外部電源取れるようになってます。はい、バンクベッドもね、大きい。これはね、さっきのタイプ W と一緒です。寝るのがいいよ、寝るの付き合いが付き合ってますのでね、最近こういう感覚でおります。あとご覧になるのがというところですね。で、じゃあ5年過ぎたらもういいや、もう5年間の間に負けても後押し、日本列島も一周するよってなるのであれば、5年間乗ればいいじゃないですか。そしたら車の半額を5年間支払い何かせってくる。俺は5年経ったら手放すよ。で、先ほどは窓ね、2個ついてたのが1個になってます。こちらが上のベッドに繋がる先です。で、アクセスがね、またこちらの方もできるようになっていて、床がね、あの中の床材と同じ床材使ってます。はい、でね、ここで、こっちとこっちと3箇所からこのラゲッジルームはアクセスできるようになってます。最高峰のボーダーバッグ見ていただいてますが、この車 6m30cm、 お前ですよ、車検が。邪魔します。実験してきましたね。じゃあ車検の費用はって言います。やっぱり広いな。こんなに大きな車だから車検費用がかかるんじゃないかな。広いです。すごい綺麗で広いですね。
もだいたい作りは似たような感じ、似てるんですけど、やっぱり振り返った時、ね、そう、このベッドが全然違いますね。ここがやっぱり一段のベッドでダブルベッドになっているのと、あとね、やっぱりあれ、白熊くんも後ろについてますね。さっき前についてますね。そうですよね。エアコンの位置も違う。エアコンの位置も違う。こっちはここがもう収納、そう、収納がね、やっぱり上とか広い気がします。で、ここの仕様も違いましたね。さっきまでこういう風になってなかったです。もう空いてたので、そういうところもちょっとした違いがありますね。あとでも、まあ、窓は開きました。で、この90リットルの大きな冷蔵庫もね、はい、こんな感じで X の方にもついております。はい、でね、これが後ろアクセスできる。でも車自体の値段が仮にこれは950万円ですから、はい、こんな感じですね。そう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 、後ろと繋がってます。ただ、さっきの場合は後ろにね、あの2段ベッドだったのでここまで行けたんですよ。だけど、今ここまでしか行けないから、そういう意味ではちょっと狭く感じるというか、行ける場所が限られてきます。あと、じゃあ、はい、振り返ってみて、下の方なんですけれども、ね、パークベッドが今あのお話ししてる中で、この車前はほとんど一緒似てますよね。ボックスルームもちゃんとできるっていうのと、って感じですね。はい、非常に似たタイプだけど、後ろの方がだいぶ違うかなっていう形です、ね、素敵。タグがパウダーウォーク、高めのタグです。みるみるランド。はい、ナッツ RV さんのクレソンジャーニーですね。コストパフォーマンスに優れ、クオリティの高さで絶大な支持を得ているロングセラーモデルが待望のフルモデルチェンジということで、以前はクレソンボヤージュという名前だったんですけど、今はクレソンジャーニーになってます。で、こんな感じのね、キャブコンなんですけども、はい、タイプがですね、タイプ W とタイプ X、そしてタイプ R という3種類あります。で、何が違うのかというと、タイプ W ですね。タイプ W はファミリータイプのスタンダードモデルで、充実した機能美あふれる空間ということで、後ろはですね、2段ベッドになってます。で、ここにマルチルームがあると。で、こちらはですね、対面式のダイネットになっているという感じで、で、エアコンがですね、エントランスの上にあります。これがタイプ W。 そしてタイプ X はテーマが、ステイ&リラックス、対面ダイネット&常設ダブルベッド仕様ということで、ここがですね、常設のダブルベッドになってて、その代わりここのね、マルチルームっていうのがなくなってます。で、家庭用エアコンが後ろベッドの上に来ています。で、タイプ R は究極の2人旅をテーマにした大型サイドソファーと常設ダブルベッドということで、ここがですね、横向きになってますね。横向きの、大型サイドソファーで、後ろはダブルベッドになってて、でしかもマルチルームもあるよという、こういう3タイプから選ぶことができます。で、あとエボライトと普通のやつですね。エボライトっていうのは、電装品、うん、あの電気が使えるということで、その分コストも高くなるけど、エアコンとかの家電を、ストレスなく快適に使うことができると。はい、でクレソンジャーニータイプ W なんですけども、ファミリータイプのスタンダードモデル、はい、ダイニングとベッドが個別に機能する常設2段ベッド仕様ですよと。家族みんながくつろぐゆとりのダイネットは朝までそのまま、わずらしいベッドメイキングを考えずに大人4人がすぐにそれぞれ就寝できる理想のレイアウトと。で、あと対面式のダイメットですね。基本4人掛けですが、トライアングルシートと呼ばれる三角形の補助マットが、座面に余裕を持たせてくれますと。はい、これですね。で、サードシートには3点式シートベルトを採用し、チャイルドシートにも対応と。さらにサードシートの背もたれを外してエキストラベッドにも展開できますよと。はい、ここもベッド展開できますと。で、あと常設2段ベッドですね。で、ここはですね、たくさんの荷物を積むスペースとしても活用できますと。ただね、荷物を載せる場所として使えるんですけど、ニュークレソンには2段ベッドにウッドスプリング採用しているので、まあ、ちょっとね、ここに荷物載せるのはもったいないかもって書いてあります。で、あとエアボライトですね。家庭用エアコンがノンストレスで使用可能ですよと。で、走行中は家庭用エアコンはストレスなく使用できて、アイドリング時もほぼほぼ使用可能ですと。
あとね、細かいことはいろいろここにあります。で、選べるカラーリングなんですけど、ダークウォークとパウダーウォーク、ちょっと濃いめの茶色か、もしくは明るめのこんな感じですね。まあ、これからカラーリング、まあ、どちらかを選ぶことができますよということです。で、タイプ X ですね。クレソンジャーニータイプ X のエボライト、常設ダブルベッド仕様、全長5メートルクラス、最大級の圧倒的広々空間ということで、トイレは必要ない、大きな収納庫が欲しい、広い常設ベッドが欲しいと、まあ、そういうニーズに応えたレイアウトになってますよと。で、常設ダブルベッド、この広いベッド空間はね、すごいいいですよね。うん、マルチルームをなくすことによってこの広いベッド空間を確保してますよと。で、あと対面ダイネットですね。はい。で、あとエボライト、ここは一緒ですね。はい。で、このウッドスプリング、うん、これが寝やすくなってますと。あとその他にもいろいろ特徴が書かれています。で、タイプ R ですね。はい、タイプ R は究極の2人旅、大型サイドソファー仕様ということで、もう本当にね、2人旅に特化して作られたレイアウトになってます。夫婦2人がゆったりくつろげる大型サイドソファーは、座面の奥行きが 530mm、住宅用ソファーよりもリラックスできるよと。それに加えて常設ベッドと大型収納、マルチルームを備えていると。なので、まあ、2人で、贅沢にこの空間を使えるということになってます。究極の2人旅のレイアウトですということですね。で、常設セミダブルベッドと、広くて気持ちいい、この車で一番居心地のいい場所ですということです。で、あとラゲッジスペース、もうこれもですね、ベッドの下がラゲッジスペースになっているので、まあ、たくさんの荷物を積むこともできますよということになってます。はい、というわけで、それぞれですね、使用用途によって、あと人数によって選べるこのレイアウト、3つのタイプからレイアウトが選べるというのが、クレソンジャーニーでした。で、詳しくはですね、このナッツ RV さんのページでいろいろチェックしてみてください。